4の秘湯、木星宝子温泉。木製だけあってヒノキ風呂なのね。群馬の宝子温泉を思い出しますわ。ではここを木製宝子温泉と名付けましょう。さてと今度は誰が歌う？ああ、私私ですわよ。なんでだよ、おめえさっき歌ったじゃねえか。あんなの歌ったうちに入りませんこと言う。あ、話せよこの。あなたこそお話しなさい。喋った。うん、このメカは精神波を音声エネルギーに変換する。だからこのマイクに向かって入力すれば両王旗の脳波が普通の声に変換されるというわけだ。解説の和州さんでした。よかったね両王旗ちゃん。さ、今のうちに歌うのよ。ささみちゃん、ちょっとめまいが。言ったでしょ、このメカは大量の生命エネルギーを消耗するって。安易にハモったりするとこうなるのよ。ささみちゃんしっかり。天地兄ちゃん、なんだい。地球に戻ったら
一緒にカラオケに行こうね。くっ。やつらめ木星まで来よったか。なかなかやるではないか。だがそれもここまで。この先には私自らが仕掛けた地獄の罠が待っておるのだ。貴様らは二度と地球の土を踏むことはないだろう。